続きまして、ラジオネーム、ふみぼうさんからいただきました。え、僕は、小銭が落ちた音で、その小銭がいくらなのかわかります。マジでこの特技、役に立つと思いませんかぜひ、鬼殺隊に入れてください。お願いします。ってね。でちょっと、しもさんやってみますかせっかく、全員耳みに行くね。そうだね。はい。俺ができたら、ちょっと入隊を認めるわけにはいかないからね。じゃ4枚あるんで、これちょっと、あの、何円玉なのかをちょっと、わかりました。当ててください。いきますよ。はい。 4枚でしょう4枚ちなみに全部別々の種類です、うん、あやっぱそうなのね、はい,っていことはもう一回落としますよ、うん、<laughs> れこれ結構当てに来てるうんとこれなんかとけそうなのはい16円 正解なんだけど。え見ました見てないよ。116円。116円。なんですごくないえ、ってさ天才そんなこと。やめろやめろ。なにこれ恥ずかしいぞ。え、ズルしてない。してない。すごっ。してない。116円。本当、本当に116円。116円。なんで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 理由は理由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 え、なんでなんでいや、でも2回目やってくれたのがよかった。いや、ほんとですかちょっとばらけてたから、はいはいえ、え、何を、あの、え、軽さ軽さ軽さ うん、えー、絶対無理だわ僕。<laughs>